じゃ行きましょうか。2022年4月の21日、えー、昨日、キャラクターは絵であると、ね、こ,うなんかこうやってればなんか絵っぽく見えるだろうという、ね、ことを言っていてこの絵には人権がないという話をしましただからキャラクターはキャラクターであってその生きてる人間じゃないんだという。 そんな話をしましたね。だけど、こ,こいつらには著作権ついうやつがあるんだなっていうのを思い出しました。<laughs> 著作権があった、こいつらには。人権がないけど著作権があるんだっていうことを思い出したので、付け加えておきます。さて、えー、っとね、今日ニュースで何ほら、マウリポリが取られた、取られないとかさ、 いろいろ言ってるけどさ、なんかすごい奥歯に物が挟まった言い方でさ、<笑><笑>ね、どっちの言うことを信じたらとか、誰の言うことを信じたらみたいな感じであの、確定情報を言わない感じのやつがすごかったですね。そうですかと思ったりとかしましたけど。 あまあ、後々どう語られるんでしょうね。語られない戦争になるのかもしれないし、語る価値のない戦争かもしれない。えー、近代史とかで10年後とかにこのニュースはどう作られるんだろうか、どう綴られるんだろうかな、とかはちょっと今日思ったりしました。あで、そんな中で、その、まあ、話すことがないニュースの中で気になったのはその、 もう今、日本に住んでるロシア人がバッシングをされていると。これが怖かったね。まあ絶対怒るんだろうなと思うんですけど、ロシアの、だから僕そういうのアメリカぐらいだろうと思ってたの。そんな単純バカでさ、コロナが流行ったら日系人殴られるとかさ、あ,あの、その今、このロシアが悪いんだっていうようなニュースアメリカでやってると、その、 ロシア語表記の料理店とかが、窓ガラスにしなげられたりとか、その電話で、あの、出てけとか言われたりとかっていう。それがアメリカだけだろうって思ってたらですね、えー、日本も漏れなくそうだっつうので、ちょっとびっくりした。びっくりしたけど、まあそういう国民性というか、大体ニュースになるとそうやって、 インターネットでもリンチが始まるように、うあるんだなと思ったりとかしました。怒りの矛先をどっかに向けないと生きていけない。もしくはそういうのを生きがいにしてる人が一定数いるんだなってことで。 うんね、なんか話題になった人がこうニュースになって取材陣がこうそこの家の前にずっと張り付いたりとかしてるとうこれは悪いやつなんだって言って家の壁に落書きしたりとかさあするのも含めてさそれはこいつらが悪いからしていいんだっていうさあのとても人道的じゃないことをさ落書きそのものは犯罪だからさ でもこいつのところにはクソ野郎って書いていいんだっていうことをやる人がいるっていうね。あこれがね、もう僕には信じられないね。な、うん、えー、で,でやるんだろうなとか、無駄なことをやってるよなと思うんですけど、その無駄なことをどうしてもしたい人がいるので、まあしょうがねえかって言うしかないっていうね。捕まえてもらうなぁと思うし。<laughs> うん、そうじゃない人の方が大半ですけど、うん、一部の人が絶対そうなるっていうのは、うん、びっくりしますね、こういうのはね。ああ、日本もそうなんだ、つってね。ロシア料理店を攻撃しちゃうんだ、っていうね。あれ、誰が攻撃してんでしょうね。バカだね、と思ったりとかする。あと、うん、まあ、ニュース自体はもうずっと、1ヶ月ぐらい前にあったけど、 駅の前のロシア語が気に入らないっつって <laughs>。まあまあ、あんまりいっぱいこうね、あの外来、外国語が並んでんのもどうかなとは僕も思うから、日本語と映画だけでもいいよなぐらいには思ってんですけど、まあもうすでにあるものを消せみたいな感じになって、え、それ、それが駅の、 うん、ところにあるロシア語が一時期消えたみたいな話とかさ。今はなんか元取りらしいですけど。あれが気に入らないっていう人がやっぱいるんだね。ま、ずニュースも今月4月の1日からキエフはキーウになったわけで。これからしばらくキーウなんだろうなとは思うんですけどあー、ね。ロシア商品買わないとか、うわーって言ってみたりとかする感じとかね。 なんだろうな、その感情はと思ったりとかします。それはそれ、これはこれにはならんのね、と思ったりとか。いや、違う。本当はそれはそれ、これはこれになってんだけど、みんなのその、区分けの仕方がそれぞれ違ってんだよな、っていうふうには思ったりしました。どうかな、と思ったりしました。ーまあ、そんな中で、 アニメが好きだってさ、ロシア人は言うわけで、あ、あと NHK のロシア語教室とかあんのかなないのかもしれませんね。えー、あのわ、ー、かんない見見。見ないから、いつも見ないから、NHK の手芸教室とか趣味の演芸とか見ないから。<laughs> ああいうの常にやってるけど。 番組はあんのかな気使ってやってないのかなまあい、いいでしょう,う。なんかね、そんな中で、そのぼ僕らの,そのロシア人のテンプレみたいなのがあって、ね、大体アニメ好きですって言うよな。<laughs> 日本のアニメが好きって言うんだよね。 この入り口本当どうなぁとはちょっと思ったりします。まあでも、その10年ぐらい前のね、ロシアのホームページとか覗くとやっぱアニメ好きのコメントとか、あむしろその日本でえやってるアニメをすぐ違法のアニメのアップロードするの割とその辺だよなと思ったりもしてましたけど。 あのこの日本のアニメ好きだからっていう理由とかね、ちょっとよくわからんなと思ったりとかします。でもすごいテンプレですよね。ロシアなんてウォッカの強いお酒とかあるからビールとか飲んでもしょうがねえだろうと思ったりとか、あ日本に来る理由がようわからんっていう。まあアニメが好きだから聖地巡礼とかしたいのかなとか思うけど、わ、うん、からんと思って。まあまあ広角機動隊の キャラクターデザインの人とかもロシアの人ですけどね。今ね。えー、と思うけど、なんかこ、これがとてもテンプレっぽくなってて、よくわからんって感じがいたします。あと、みんな今のロシアのイメージとかどうなってんのかなと思ったりもしますね。僕のロシアのイメージ。イメージ。えー、ウ動ッカんじ飲んでないと死んじゃう。ウォッカ飲んで、 えー、夜外出てると凍える。夜外出ると凍えるのがイメージ。ピロシキ。コサックダンス。美人。ロシアの人は美人だというやつ。 ですね、美人かつそのすぐ老ける。<laughs> ああと別に特に何にもない一応超大国って言われてるけどどの辺が超大国なんだろうなぁとは思いますけどね。あのー ロシアって本当に超大国なのというふうに思ったりする部分がちょっとある。ペレストロイカ、テトリス。これぐらいのイメージかな。まあ、こんだけイメージあれば十分か。外から見た日本だってアニメとしか思われてないかもしれないから、これでいいかと思ったりしますけど。 みんなの中のロシアってどんななんだろうな今はとても凶悪な人という教育になってるのかなとか、うーん、思いますけど、どうなんでしょうね。どうなんでしょうね、と思ったりとかします。はあ、でも、みんなもうどうでもよく思ってたりとかするかもしれない。みんなニュース的にはもう飽きてるのかもしれない。戦争が始まるぞつって、わーつったって、 どうせニュース見たって黒煙の煙ぐらいしか戦争映像では見れないわけで、えー、実際に人がバーンって飛んだりとかするのはね、みんな見たくないんだろうから。うん、だからそ、それをやってると、その壊れた街の残骸を見て悲惨さを想像するみたいな形でしかなくて。うん ね、こ、こんだけ衛星とかが飛んで、空からでもいろいろ見えたりするはずなのに、えー、そういうのが見れなかったりとかするとかね、不思議なもんだなと思ったりとかします。うーん。まあ、そういうのは出しちゃうと、ニュース映像で、こうね、ここに船がありますよっていうのを教えてしまうから、お互い出さないようにしてるんだろうけどね、えー、と、と、ってはいても、 今出しちゃうと情報戦に負けちゃうつうので、お互いが隠し出す。笑っちゃったね。あの、今回の戦,闘戦争の一番のギャグは、その、ロシアのその民間の放送局が、その船、船がここにいますっていうのを生中継かなんかで出しちゃったばっかりに、船の場所がバレて攻撃受けたっていうのは、 あの、<laughs> とてもそういうことなんだなと思うので、まあ出ないんだろうなとは思うんですけどね。いや、わからんなと思ったりと申します。2ヶ月ね。無駄に死んだ人が多かったんだな、なんていうふうにも思ったりいたします。まあでも僕にできることは何もないんで、えていうか僕じゃなくても日本人でできることがある人なんかいないと思うんで、 まあでもないこうでもないとあんまり言わない方がいいかなと思ったりいたしますただただ敵を作るだけですからねまあ今日はそんな感じでうんち,ょちょっと日本人にも絶望するしえ嫌なニュースだなと思ったりとか あ,あの、アニメ好きのテンプレ感すげえなっていうのを思いました。そんなもんか。あとは別に、あー、ジブラシの話どうしよう。いや、僕あんま詳しく知らないからやめよう。あと、円安が止まらないっていうのも面白かったです。これからどんどん物価が上がってくんでしょうね。暮らしていけるんだろうか。まあ、どうにかなるんでしょう。 何の話しようとしたっけまた忘れちゃった。あ、そう。あの、地。漫画。あの、これ、あの、地動説をと当時唱えてた人の話なのね。チラッと。チラッと。今週のビッグコミックスピリッツが最終回で、まあ、最終回のやつがあるっつうので。 見ようかなどうしようかなと思って、チラッとだけ見たんだけど、うん、あこの、この漫画、僕、あんま面白く読めなさそうと思ったりとかしました。一応最後のまとめで、いろんな世代の、いろんな地域に住んでる人の地動説を信じてる人たちの話があって、中には首吊って最後を迎えた人もいるんだけど、<laughs> っていうようなラストだったので、えー、そういう話なんだろうなと思いました。その人たちが生きて、 その、常識が全く違う世界の中に生きているときに、自動説を唱えた人たちの、それぞれの一生みたいな話なんだな、というふうに、予想をつけたので、まあ、いつか見れればいいな、と思いました。新刊で全部買ってみたいな、とは思わなかったので、多分、お安い時に、見れたらいいかな、 立ち読みで済ませようとは思わないけど、なんか原価で買うのもどうかなと思ったりとかしたままだなと思いました。以上です。これは完結僕の中ではもう存在しない話になった。なんかあるかな話す話。うん、やっぱ特にないかもしれない。あの先週も話したんですけど、木村拓哉が ボクシングのコーチになるドラマやってて、今日もたまたま見れて、うーん、わーっと思ったりをしてたんですけど、あの、どうしたって高校でボクシングやりたいって話なんだなと思ったんだけど、もう一回同じこと言うけど、ボクシングってさ、危ないスポーツだからさ、他のサッカー、サッカーも危ないし、沖縄の警察官も危ないんだけど、あの、 ボクシングってさ、殴り合うスポーツだしさ、その、脳を揺らすスポーツだからさ、あれを、その、高校生とかにやらせるのはやっぱどうかなって思うというか、何でも学校のせいにする今の世の中だと、その、スポーツの部活動みたいなの全部危なくて、やらせらんねえんじゃねえかとか、高校野球とか高校サッカーすら、その、ね、スポーツの可能性みたいなので、 行きたい人はずっとそのね、スケートなんて、そのこ、高校のスケート部みたいなのなくてみんな個人でやってるわけでしょあれ。だから、その強くなりたかったり世界に挑戦したいとかいう人は、みんなプロライセンスを取るボクシングジムに行けばいいんじゃないかなと、やっぱり思ってしまいました。高校の部活で強くなりたいんですっていう、その手近感が欲しいんだろうけど、 その手近感はリスクがでかすぎるよなってやっぱ今の時代に僕は思ってしまうんだなって思いました。昔からボクシングなんて部活であったけど、今もう少子化で子供大事になってる中でさ、子供が強くなりたいとか自己責任でとか言いながらさ、でも学校に通って、えー、とか言うのはさ、 なんかなーっていう気がします。自分の責任でボクシングジムで僕はもうその途中でパンチドランカーみたいになってボクシングジムに通ってたせいで怪我しましたっていうことを言い訳にしませんっていうのでボクシングジム入るんだったらそれはあなたの自由ですよねって思うんだけど学校の部活でやるってすげえ今の時代危険だよなって思っちゃってさこれはもう僕の年寄り臭いというか あ僕もまた考えが保守的になったんだなというふうには思うんですけど。でも、やっぱ思うよ。あの、なんか問題があった後に絶対にその学校を責められるような形になるのは、むしろ学校の存続に危ないものだからない方がいいなというふうに思いました。まあ、空手部とか、柔道部とか、ああ、そう、小学校かなんかの授業で柔道部やらないとかやうさ。 な,あのなぜなら、あの、受け身の練習で耳たぶおかしくなるから、柔道部ってね。えー、耳、耳たぶ潰れちゃって腫れちゃってさそ、それが柔道部の証らしいんだけど、そういうのどうだろうかっていうのとかもあってさ、えー、部活からどんどんそういうのがなくなっていくっていうね。まあ、フェンシングとかも危ないし、剣道も危ないし、えー、サッカーだって本当は危ないわけですけどね。 陸上競技だって危ないわけですけど、学校の部活動ってやつはなんであるんだろうなっていうのを今更ながらに思ったりとかしました。大学のサークル活動もそうだけどね。あれは本当はいるのかないらないのかなとかさうん、ちょっと ちょっと思いましたね。若い人にとっては選択肢とかいろんな学習の機会ということであった方がいいのかなでも、それや、まあね、通学途中に車に跳ねられるとかそ、そういうのとボクシングで脳が揺れるのは自己率としては同じぐらいのもんだろうとは思いますけど、どうかなととやっぱ思ったりした次第です。な、なんか知らないけど、この木村拓哉のドラマ、 今までだって見てなかったのに、たまたまには見ちゃいましたね。えーうん、そんな、ま、もんです。あとドラマ。ドラマつながりで今話しながら思い出して、昨日か一昨日話題になってたのかな、ネットフリックスで初めてのお使いが海外で、えー、流されてで、海外の反応みたいなのがあってさ、 あの一人でね、バスに乗らせたりとかするのってとんでもないっていう風に怒られてるっていう <laughs> あの。一応エンタメとしてその日本産のエンターテインメントがネットフリックスで、えー、海外の人たちに世界中に流れた。もう日本はクレイジーだと。4歳か5歳ぐらいの子供があー道路とか歩いたりとか、あーバス乗ったりとか、 それこそ、わけもわからずあれ買ってきてつうう、親の買い物をうまくできるかどうかっていうバラエティを作ってるのは、すげえクレイジーだって言われてて、あね、やっぱ向こうの人たちは子供大事なんだなっていうさう、のを思ったりいたしました。いやこ、この価値観の人には絶対初めての使い分かんねえだろうと思ったら、 このネットフリックスの番組はフりで、今度イギリスで初めてのお使いの番組が、イギリス版が作られるっていうことの振りだったらしいのね。はぁって思って。<笑><笑>まあそれをやったことで何か価値観が変わるとは思えないし、今までの日本が平和だったから、その、ね、その、 子供を買い物に行かせるとかさ、の、の、ある、それをバラエティにするとかさ、があったんだろうけど、まあこれからはちょっと厳しいだろうなと思ったりとかいたします。多分日本は海外に合わせてリージョンコードというか、あーこ子供は大事だっていうようなものを、ずっと言い続けるんだろうな、なんていうふうには思いましたね。まあ、まあそれでいいんじゃねえのとは思いますけど、 僕はもう子供が作れるとは思えないしうん子供を育てたいとも思わないし無理,無理だろうなと思うから育てられる人が、ね、危ないって思うことだったらそれはやらなきゃいいんだろうしさうーんそれは育てられる人の問題だからでもともと僕初めてのお使いっていうエンタメ昔から嫌いだったしあのな,なんだろう 得るものは何もないんですよ。初めてのお使いというバラエティはね。子供が可愛いぐらいですから。見ててね。で、見ないからさ。だって子供がお使い成功しようが失敗しようが僕には何の関係もないからさ。うん、よくやったね、偉いね、っつったってさ、別にその子を直接褒められるわけでも何でもないわけだよね。 あの他,他人の家庭がやってる、そのね、あの、お使いごっこみたいなのを見たって時間の無駄だろうっていうふうに僕は思うので、見ないんですけど、今でも別に好きな番組ではないんですけど、なんかこんなんがあんだなと思ってね、日本だと、日本のバラエティがね、なんか面白いっつって喜ばれたりとか、うん、お笑いウルトラクイズが向こうの国でバカフケだとか、うん、なんかあるらしいんだよね。そういうのがね ああまあ、そんなことらしいでしたうん。あとは今日はないかな。すいません。あの、特にこう、あれだっていうのとか、これだっていうのとか、俺はこう思うとかいうのが今日は強くないので、なんとなしに今のところ正解はわからんけど、僕はこ,この立ち位置にいる的な話ばっかりになりました。うんしょうがないかなと思います。 うんしょうがないなしょ。何がしょうがないっていう、4月ずっと雑談配信しかしてないからですよ。<laughs> しょうがないね。<laughs> それは喋ることもなくなるなと思ったりとかするんで。まあ、それは勘弁してもらえればいいかなと思います。うんじゃあ今日これで終わります。さよなら。お疲れ。